ゴルフ道場加藤パーシモン加藤です。中古クラブ志田賢秀、今回はですねドライバーですね。こちら、本町タンビッグ LB ゲット 9.5 度、シャフトがいつかな、これですね、2スター SS 何S1 ですね、S1。 はい、これ、本間ってね、この星の数でね、なんて言えばいいんだろう、星の数でね全然値段が違ったんですよ。4スターっていうのがあって、それが一番高かったんですけど、まあその後ね、5スターとかっていうのも見たんですけど、そんな感じ。何が違ったんだろうな。あと、まあ、そんなわけでこれを押し出していくんですけど、これね、私が研修生時代ね、先輩使ってたんですよ。一番うまかった先輩がこんな顔ですね。何 cc だろうな、230チタンとか、あの辺の頃になるんですかね、これね。もうちょっとこんなディープフェイスで、ヘッドサイズがこんなもんですね。だ、230チタンぐらいでしょ。ちょっとディープでこれ、ね、はい、これを打っていきたいと思います。まあね、距離はねいつも通り変わんないと思うんですけど、なんかシャフトがなんか、結構カチカチ、今ね、ボールがね、ツアースペシャルでした。コースボール239ヤード、43.3、 ヘッドスピード遅くなったな。なんだか、コースボールだから、なんだそれ、どういうこと。なんだろう、このシャフト。最近ね、全体的に柔らかいシャフトを好んで使ってるんで、どうも硬いシャフトね、振ると違和感があるっていうかね、いろいろこう体にきついんですよね、このインパクトの、この衝撃が。ここでね、なんか負けちゃうんだよね。ちょっと頑張りました。ちょっと頑張って、まあこうね、まあ、ミート率 1.46 いいですね。ちょっと頑張りました。でもね、これはね、ちょっとしんどいです。昔はね、これでもね、ロースペックなんつって言ってたんだけど、ロースペックじゃない、アンダースペック。まあまあ、こんなもん、柔らかくてダメだよなんて言ってた時代があったんだけど、今じゃね、硬くて。まあ、練習場だから頑張って振れたんですけど、コースだと厳しいね。暖かくなったらいいかもしれないです。というわけで、今回はビッグ LB ゲット2スターのシャフト S1 ですね、シャフトを志田賢秀しました。なかなかの数値なんですけど、ちょっとね、頑張んないと
いかない感じなんで、ちょっとアラフォーパーソンの方には、厳しい感じでございました。今回もご視聴ありがとうございました。パーソンの方でした。